さあそれではいただいたメッセージをご紹介しましょう「はい、今日のファクテーマは羨ましいはその狭心臓と」と、はい、たくさんいただきましたラ丸うままさんですね先日電話で、えー、席を座っていたら、うん、頭,頭の上からポロポロ何かが落ちてきましたすると棚の上に玉ねぎや葉物野菜を、えー、袋詰めした穴が少し開いてたのかそこから土が雪のようにう<わ>私の頭や黒い服に。<laughs> えー 乗せたおっさんは悪びれもなくああ落ちてきたなあという感じで場所を移動していきましたんやねん謝れよ六社さんのお怒りもすんごいわかりますそんなやつは初めから腹起きはないんですよね<ー>急に話は変わりました <laughs> <laughs> ありがとうございます<ー>共感していただいて腹立つのはわかるんですよ言えるか言わ <laughs> んかってしかもなあの六くさんの友達なら百ずっでわかんねんそう旦那のすごいよ、ね、仕事関係 そこで立ち証明すなとか言えるんじゃん言う私,<ん>私言う全然見知らぬおっさんでもそれは言わへんよそこでは立ち証明してるおっさん <laughs> <laughs> そんなことは言いませんよ <laughs> でもそっちの方がまだわかるような気がするわその旦那の仕事関係の人にお金を払ってないんじゃないですかみたいなことで正義感止まらないですラジオネームメダカさんから頂きました、うん、子供のの友達の お母ささんんですね、A、子さん、えー、勝手に離婚して母子家庭をあらわにして元,旦那が元主人から慰謝料をがっぽり新しい恋人を見つけ生活が苦しいとお小遣いをせびり役所ではご手まくり、えー、教育医療生活にかかる費用を免除減額してもらい ほぼ毎日実家で食事。英語に働く意志はなく、毎月旅行、外食、買い物と散財。なだまんの食事はまずいという。うあんな美味しいとこね。子供は4回生が変わっている。常に、え、4回生が変わっている。えー、常に自分の幸せ最優先のがめつい人、強心臓でないと真似できない。 狂心臓というよりも、ちょっと人間じゃないよな。よ、ったな、近くにおったな、そんな人。うん。そう、なんか、まあ、やったら恥知らずや、そんなやつまあ、ほんまですね。いや、その、お金で不義理して。ね、この世界からいなくなったのに。人のブログにいいでしてる場合じゃないやん、みたいなこと思ったりする。何をしてるんだ、お前はみたいな。いいね。いいね。いいね、あれが。金返せ。 いいねの前に金返る。<laughs> <laughs> ラジオレイブいったれ大村さんですねうちの嫁ですと私の姉の結婚式に私の家族4人で出席した時のことです神戸から式場のある九州まで移動費用だけでも10万円ぐらいはかかりました、うん、私の知らないところで結婚する姉に対して嫁は交通費を請求したことを 10年過ぎた今になり姉からこっそり聞かされました<ー>義理の姉によく自ら請求できるなぁと驚くと<ー>同時に私は何も言わない嫁の心臓が医師かと思いましたこれは普通はまあ招待した方が出したりもするよ、ね、そ,うそうやなそうやなもそれ何も言わんかったってことやなんとあんまり身近なとこでいくとまあまあ結局帰ってくるからなたかが1万2万の金で言うとな。 いややこしいことすると。うん、で,もで,でも、いや,いや行かない、自分が行くときは、じ、六七で行く。普通はでも、相手が出してくれたりもするやん。<お>あ、でも、あ、どうやろう。グリーンでお願いとか言える。そんなに絶対言わへん。仕事でも言うたことない。<laughs> そんな自由席でって言われたら、自由席で行きますよ。じゃあ、来週から自由席で。 って言ったらまあそれでいい。そう言われたらしょうがなえそれはでもちょっと役バスの年齢的にも厳しい。え補助席ですか？妊娠中分かってます。でも補助席で水玉の剣しかできません。それもやめろって言われてるようなもんじゃない水玉の剣しかこちらです。ラジオネームダメオちゃんからいただきました。商店街の福引券が15枚あり、10回で1回引けるんです。え数えて。 たのを見ていた知らないおばちゃんがこれあげるわと5枚くれました<う>俺を言って回すと黄色の玉が2個出ました<う>6本入り缶ビールが2つ当たりました<う>するとさっきのおばちゃんええー、の当たったやん、うん、私の中かたら2回引けへんかったんやからと言って<た>これちょうだいなと言って6本入り缶ビール1つさっと取り持ち帰りました持ち帰りました、うん、私はあぜんとし足早に去るおばちゃんの後ろ姿を見てましたまあでも、はあ、それでこそおばあんなんちゃうの <laughs> 言えてこそやの。言えてこそや。お,うお,うおばはんなると言うよ。言うやろな。ああ 言うかな。そうやん言うよでしょ。ここで言うかな。それは正直言ってあや、俺もあやらも。これ系は言わないですよ。これ系言ってくれる方がええね。本当？これ系は分かる。どっちやら、これ系。これ系はオバハヤと言いそうやも。あの旦那のあれにもおおきつよ。笑ってはもうだって。まくり方がすごいよ。だからそんな喧嘩越しには言うてませんって下手に下手にすいません。どっちでもやっぱきつい。ま。 言い方はどうであれ<っ> <laughs> 旦那立つせないでこれラジオのチキンハードさんですね、はい、最近我が家の近くのスーパーのレジの機械が変わりました、うん、半額の品物を買うとでかい声で「うん、半額です」というので、うん、以前までは私は夕方近くになり半額になった総菜、えー、やパンばかりたくさん買っていたのですが、うん、店内に響くぐらいのレジの半額ですの音声に周りの人たちの、えー、目線が気になり今では半額以外のものもあえて買うようにしていますが。 嫁は全くお構いなしに半額の品物を買って。何が悪いのと私に言っては堂々と半額ばかりを買います。まあ、うん、いいちゃうかな。厳しいのは私は嫁と一緒に買い物に行き。一緒にレジに並ぶのが最近は嫌で困っています。ええ、なんで。でも、それを半額ですって声に出すスーパーがどうかと思う。半額です。うん、確かに、でもね、なんか、ま、あの。例えば、ジ r 忘れ物一でさ。うん そこまで傘欲しいかみたいなの奪い合ってるとこ見るとな <laughs> なんかちょっと切ないもの感じませんか皆さんそれをまあ女性はするというかその節約まあバーゲンとか行っても年齢関係ないですよねいやそうじゃなくている、うん、の,のか本当にともう一回考えながらんわなまあそれでいうとバイキングでいっぱい取るそうだか、ね、ら安物買いので入試しないってことはあるみたいなもんでさ さあ、こちらです。ラジオネーム、アマガエルさんです。うちの町会は月に一度児童公園をみんなで掃除するんですが、二軒隣の A さんは朝9時から始まる時間に一度顔を出し、10分ほどしてちょっとお腹が痛いと言って家に帰り、<ー>終わる12時ちょ、ちょっと前に顔を出して、ジュースとお弁当を家におばあちゃんがいるので、と二人分持って帰ります。カメついいろんな、みんな知っているのに堂々と持って帰る強心臓の姿にみんな呆れています。

それで、うん、誰がこんな余計持って帰ったんやったのす,すっごい持って帰るなもう味の素さんが味の素くれた時はひどかったなすかった、えー、すぐなくなってたな,な中華の素みたいなのあるやんはい、はい、黒で、まあ、あれは多分一家庭に一つぐらい,いで味を見てくださいっていうやつやんだけど、うん、15袋ぐらい持って帰りはる人も暮えしやったりする <laughs> ええー、それはあれは言うたら若い子に残してあげてほしいなね ラジオネーム逃げ水さんですね主人の、えー、おばが亡くなり葬儀に参列しました、うん、最近近隣では公邸はだきませんという形になっていて主人の母や兄が亡くなった時もそうしたのですけども、うん、主人のいとこにあたる申しの長男は今まで出した分取り返さなあかんと言ってしっかり受け取っていました、えーえー、勝手に出した、えー、花の代金も自ら集金に回っていました、えー、いいととこは親と同居をしててなくて 今まで出したとしてもそれは親がしてきたはずです大会社に勤めていてそれなりの地位についていると日頃自慢しているくせにそのケチぶりと強心臓にひっくり返りそうになりました、うん、そういう時ちょっと恥ずかしいないろんな人いるな逆にお金かかんねんだよなあのあれもらったら公伝会社の、ね、大変やで最近はほんまもらわんようによ、ねうん、そうですよね、うん え、こちらです。ラジオネーム、私は昇進者さんから頂きました。私の今は亡き祖母は、うん、強心臓もいいとこでした。うん、いつもタクシーに乗っている自宅から病院で、ある日、いつもの基本料金より1メーター上回ってしまったのですが、祖母は、いつもと違うと怒って、基本料金しか払わないと主張。<laughs> その時は結局、運転手さんがいい人で、こん負けしておまけしてくれたようですが、祖母曰く、メーターが上がったのは運転が下手やから。 その話を聞いて家族一度呆れました強心臓というより非常識というべきでした確かにそうやな <laughs> 非常識やななんかうちの親父もねちゃんとしたレストランに行く時に限ってランニングで行ったりすんなんでないやそういうそういう生きり方やね 俺はこんなとこに隠してこんなとこでも俺はランニング一丁脇毛ボーボーでいやいや、俺はこういうとこでステーキ食える男やでっていうとこで周りでこう演出するわけよ恥ずかしい子供の時ものすごい嫌やった俺ランニングちょっと今でもランニングってちょっと嫌やん公園でランニングのスタッがちょっとつらいちゃんとしたレストランの時にかけてランニングできよんね脇毛ボーボー見ようよみたいなあれこっちいやんあれこっ つやった。なんであんな生きり方するのやろう。その生き方ちゃうもんな。間違ってるわ。間違ってるわ。そやね。本当分けの分からん時に皮皮パンと皮ジャン来たりする。なんでやね。そういう人って意外と蓋開けてみたら金をかったりする。な本質的な。ああだから変な生きり生き方してた。ん変な生きり方してる人おるよな。 そんなことせんでええのにみたいな変な生きり方はもうやめとかなんか <laughs> これほんまに恥ずかしい生きてんなってわかるやんわ <laughs> かる,かる,かる生きってるってわかった瞬間に恥ずかしい恥ずかしいない。生きてたらな <laughs> 恥ずかしいですさあどなたに差し上げましょうか今日の三千円。あやな香一番初めにんだあの砂ポロポロ頭から落とされた人そうしましょうかはい <laughs>、えー、ラジオネームまるママさんに現金三千を差し上げましょう今日のテーマは羨ましいはその強心臓たくさんのメッセージをありがとうございました